どうもリオです。じゃん。はい、ということでですね、今回は人生初一覧。はい、でね、なんでこんな小声かと言いますと、もうね、お店に入ってラーメンを目の前で指をくわえて待ってるという状況でございます。はい、てなわけで、今日は人生初の一覧行ってみたいと思います。ではではスタート。じゃじゃーん、到着。初一覧、早速行ってみたいと思います。はい、ということで食券スタイルこんな感じ。はい、ここでねポチポチ注文していきたいと思います。じゃあ見て、空席案内板とかあるんだ。すごい。でもってね、このオーダー用紙をね書くみたい。ちょっとこれね書いてみたかったんだよとりあえず初めてだから全部基本で。あ、これ真ん中にね丸つけるとね両方くれるらしい。お先にこちら失礼いたします。こちらからが向きにくい場合交換いたしますのでお呼びくださいませ。はい、まずね、チャーシューと卵、ビール、到着。じゃじゃーん、ラーメン来ました。はじめましてだ。すごい。麺がめっちゃ細麺。めっちゃ細麺だ。おいしい。おいしい。ここで卵を召喚。卵、このね一蘭の半熟卵がめっちゃ美味しいって書いてあった。ね、ラーメンにさしてそうと思ったのに食べちゃったはい、今度こそ卵ドボン。うん、美味しそう。やば、見て。うわ、めっちゃつまみ。私辛いのが全然食べれないんだけど、この真ん中に特有ちょっと辛い。1杯目食べ終わった。じゃじゃーん、お次はねチャーシュー、おつまみチャーシューかな。でこれも青ネギと白ネギのなんかハーフ&ハーフができるらしい。おいしい。おいしい。なんか初めて食べた味だ。なんか濃くもなくさ、ちょうどいい、めちゃめちゃ。なんか一蘭のプロの友達に教えてもらったこのチャーシューと麺を使ったねアレンジがあるんだけど、それは一回ちょっと待ってもらって。じゃじゃーん、チャーシュー丼、絶対うまいじゃん。そりゃうまいよ。うま。ちょっとね、ここで替え玉いっちゃいたいと思います。お願いします。かしこまりました。それでは少々お待ちくださいませ。失礼いたします。とても丁寧。じゃじゃーん、ということでね、替え玉通常のタレ多め。今回はね、このスープに替え玉を入れるんではなく、これでね、混ぜそばを作っていきます。チャーシューを乗っけた替え玉にラーメンのスープ、そしてこの粉、なんだろう、わかんないけど入れてる。いただきます。入れすぎた、粉入れすぎた。辛いぞ、ちょっとやばい。混ぜそば美味しいけど、この粉もさ、なんだか忘れてた。めっちゃかけたらめっちゃ辛かった。というかさ、私さっきさ、半熟卵をさ、食券機に買いに行ったんだけど、ここに追加注文できるのあったよ。追加はここからできるんだよ。粉入れすぎてさ、辛くしすぎたから、スープに入れたらマイルド。ねえ見て、トイレの中からごめんなさいなんだけどさ、トイレットペーパーの数やばくない？やば。はい、ということでですね、ラーメンを食べ終えて家に帰ってくるとお寿司が待っておりました。確実に私の分ではないけど飲んじゃうし食べちゃうよね。パパレモンとママレモンが食べてるのを見て食べないわけにはいきません。今日はね、人生初の一蘭、感動いたしました。特にね、チャーシューめちゃくちゃうまい。てなわけでお風呂上がったらしっかりアイスも食べて、ちょっと小さいアイスを食べてね、罪悪感をなくそうチャンネルでございます。ではでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。バイバイ。